えー、今日皆さんとシェアする俳優のスキルはですねハイコンテクスト化というスキルです、えー、簡単に言うと既存の一般名詞をですねそのまま一般名詞として使うのではなくてそのキャラクター専用の固有名詞へと変えてしまうというテクニックです例えばですね、えー、ちょっと例を出しましょう、えー、例えば脚本に「真っ赤な太陽が大地を照らしている」と書かれてあったとします 真っ赤な太陽が大地を照らしているどのような情景を想像しますか、まあ、皆さんそれぞれ想像する風景というものがちょっと違うかと思うんですけども例えばサバンナのような大地の上にですねこう大きい真っ赤な太陽が沈んでいくのを想像する人もいるでしょうし例えば田舎の風景ですね 風景で山際に太陽が沈んでいくような情景を想像する方もいらっしゃるかと思いますそれではですね今から僕がこの真っ赤な太陽が大地を照らしているという文章をですねいくつかの読み方で読んでいきますので是非目を閉じて目を閉じて頭の中にですねどのような情景が思い浮かぶか想像してみてください それでは、えー、目を閉じてみてくださいいきますね真っ赤な太陽が大地を照らしている真っ赤な太陽が大地を照らしている真っ赤な太陽が大地を照らしている 真っ赤な太陽が大地を照らしている。真っ赤な太陽が大地を照らしている。はい。目を開いてください。今そのまあ、それぞれ見える風景も色も雰囲気も匂いもすべてが変わっていったのが分かりますか。はい。では。 なぜ変わったんでしょうかどうして見える風景、見える色が変わってしまったんでしょうかそうですねもちろんあの言い方は違いましたね。では、言い方を変えると、えー、見える風景が変わるんでしょうか、はい、今、何をしたのかというと、僕の中で。 特定の情景、特定の真っ赤な太陽、特定の大地というものをですね、えー、設定して、その要素だけを使って、一般名詞である真っ赤な太陽とか、大地という単語を作り直したんですよ。つまり、一般名詞はなくしちゃったんです。でこれがですね、えー、ハイコンテクスト化というテクニックになります。 しかもですねこれは僕たち俳優にしかできないテクニックです脚本上ではですねどうしても文字情報としてしか書けないので真っ赤な太陽が大地を照らしているという雰囲気はどうしてもその文字の中で表現できないんですが僕たち俳優がその一般名詞を特定の名詞固有名詞に変えてしまうことによってそれを受け取った人も 全く同じそのただの一般名詞としての真っ赤な太陽,太陽一般名詞としての第一ではなくて特定の情景というものを受け取ったということです、はいでまあ、他にちょっとはあの例を出してみましょう例えばじゃあ、えー、っと犬という一般名詞がありますね犬,あの犬の散歩とでは僕が今からこれをまたハイコンテクスト化します 犬の散歩はい食べるこうなんかもこっとしたような <laughs> あのちょっとなんか中型犬から大型犬ぐらいのあのもこもこした犬がですね浮かんだかと思うんですけどでももう一回いきますよ犬の散歩ちょっとち小さくなりましたね犬が、うん、はい でこれがですね、なんと日本語でもできますし英語でもできるんですでこれが非常に重要なことなんですが98%の英語でお芝居をする日本人はですね、この英語のセリフにおけるハイコンテクスト化ということが一切行われていないがためにセリフで喋っている言葉がですね、全て一般名詞になっているんですよどういうことかというと例えばじゃあ DOG という英語があります で、ほとんどの日本人の俳優さんはです、ね、このセリフでもしドークという単語があったら、そのドッグという単語の蓋を開けて中を見てみると、なんと特定の犬が入っているのではなくて、日本語の犬という言葉が入っちゃっているんですよ。でこ,れでこ,れだこれだとその、えー、キャラクターにとっての犬ではなくて、ただの一 一名詞ののになってしまいまいすので、えー、全くですねそのセリフが、えー、その本人の言葉としては信じられないような、えー、セリフ回しになってしまったりしますではちょっと例を出しましょう、えー、<laughs> The sun shines high up in the skyThe sun shines high up in the sky、えー、天高く太陽が輝いているという英語があります同じように、えー ハイコンテクスト化をしますので、えー、ぜひ目を閉じてもう一度、えー、想像してみてください。どのような情景が思い浮かぶか。ではいきます。目を閉じてください。The sun shines high up in the sky.The sun shines high up in the sky. 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 目を開いいてください同じように日本語版と全く同じように、えー、セリフの情景も色とかも全部変わっていったかと思います,です、はい、でこれが日本語でも英語でも使えるセリフのハイコンテクストかというスキルです特にあの英語でお芝居をしたり日本人の俳優さんにあのやってほしい スキルになります。身につけてほしいスキルになります。はい、では、ちょっとこれ実用編として、どれぐらい違うかというのをちょっと見てもらいましょう。例えばですね、えー、すいません、えー、チーズバーガーにチーズが入ってなかったんですけどっていう、あのー、セリフがあります。チーズバーガーにチーズが入ってなかったんですけどっていうセリフです。で、まず最初にハイコンテクスト化を行わない状態で、えー、いくつかのバリエーションでこのセリフを言ってみます。いいですか すいませんチーズバーガーにチーズが入ってなかったんですけどすいませんチーズバーガーにチーズ入ってなかったんですけどすいませんチーズバーガーにチーズが入ってなかったんですけどはいこれ全部今ですねいろいろなパターンあの3つパターンをお見せしましたけど全部いやいや ハイコンテクスト化を行っていない状態のセリフ回しです。特に3つ目のやつはですね、よく言われる、うまいセリフ回しと呼ばれる、非常に気をつけなければいけないセリフ回しです。うまいセリフ回しとは何かというと、一般的に朗読とかで、こういう風うに読むと、うまい感じに聞こえるよという抑揚でですね、これは僕が今言っている、 ハイコンテクスト化との真逆に位置する読み方になりますこちら側は単語というものをですね全て一個ずつ作り直す読み方でこちら側の上手よようまい抑揚というかうまい読み方はですね全て既存の単語でどのように言えば綺麗に聞こえるかなというような読み方になりますはい であの、この、えー、すいません、チーズバーガーにチーズが入っていなかったんですけどという言葉を、まずそのハイコンテクスト化する際は、ですね、まず1回目はスーパーハイコンテクスト化をします。例えばどういうことかというと、ただのハイコンテクスト化ではなくて、やりすぎなくらいハイコンテクスト化をするということです。ちょっとやってみますね。 すいませんチーズバーガーにチーズが入ってなかったんですけど、はい、やりすぎなハイコンテクストかですただしまあ今見ててこのキャラクターにとってチーズバーガーというものがどういうものかこのキャラクターにとってチーズというものがどういうものかということはよくわかった かと思いますで一度このスーパーハイコンテクスト化をするとです、ね、何が起こるかというともうその単語はです、ね、そのキャラクター専用の単語に変わっちゃってるんですよでこれをやると次のリーディング次のセリフを言う時にはですで、ね、にこの単語は一般名詞はなくなっていますのでどんなにあの棒読みをしてもです、ね、棒読みになりませんいきますよすいません チーズバーガーにチーズが入ってなかったんですけどすいませんチーズバーガーにチーズが入ってなかったんですけど今ほとんどまあ抑揚とかあんまりつけてないと思うんですけどでも 僕のキャラクターにとってそのチーズバーガーがどういうものか僕のキャラクターにとってチーズがどういうものかというものがそのまんま残っていたかと思いますでこれは耳で聞くよりも実際に皆さんにやっていただく方がこの中身単語が固、ね、有名詞に変わっているというのが実感を得やすい得られやすいですので、えー、ぜひ皆さんにです、ねえー、一度トライしていただければと思います、はい、以上がです、ねえー、ハイコンテクスト化のスキルになります